さあ今日は KOF オールスターやっていきましょう。99のウィップが来ました。ウィップね、今回はスルーしようかなって思ってたんだよ。いやウィップ大好きなんだけどね、大好きなんだけどスルーしようかなって思ってたんだけど、ちょっと性能がね良かったというか、このちょうど髪の毛ふわっとした瞬間ね、この表情というかこの髪型というかが気に入ってしまって聞いちゃいました。このね、なんていうかボブカット、ショートボブ、わからん、ショートまでいかんか、ボブカットがね大好きなんでね、こんな髪型にすると俺はすぐに一目惚れするっていうね、まあ、そんな感じなんですけど、まあ可愛いんでね欲しかったんですよ。触るとへーってふふーとか、ね、うふーか、まあいいや。ちなみにガチャ動画はあげません。ガチャ動画ね、なんかいつももう精神的に苦痛しかないんで、あげなくていいかな。今回はもう口で言うと40連でウィップ引きました。ちなみに10連目は何も出ませんでした。20連目でマチュアが来てお前じゃねえ、30連目でバイスが来てお前でもねえ、やべえこれ天井かなって思ったら40連目で来ました。ウッドドゥーとか言ってた。まあそんな感じですよ。ちなみに70まで開けた。青色のソウルが140ぐらいだったんかな。青色がすんごい余ってたから、ああ70ぐらいまで上げとこうとペペペッと上げた気がする。確かそうだったと思う。私には似合わないわ、天使なんて。私には似合わないわ、天使なんてって言ってるのかな。もちこマジ天使って。堕落した子には罰を与えないとね。ああ、やべえ、堕落してるわ、俺。KOF オールスター最近やってないんだよね。ラグナロクマスターズが楽しくて、 KOF っておっさんホイホイなんだけども、ラグナロクもおっさんホイホイなんだよな。あれラグナロクオンライン、ラグナロクマスターズ、向こうに張り付いたらこっちができなくなった。まあでもちょうどサムスピーコラボをやり終えて、さあ次何しようかなって思ってた時なんで堕落してた。 KOF オールスター全然やってなかった。そんな感じでね、まあ見ていきましょうと。コアがね、攻撃が一応あるんで、防御なのに防御型って最近攻撃つくね、みんな内藤話なんか攻撃がね、何もつくんだろう。1000までいくんかな、800かな、分からんけど。ただパワーゲージアップとかクリティカルダメージアップとかある中で、ムチコ交代で退場すると自分以外の、ね、メンターわからん、やけど耐性ばっかり、アクティブ命中時もやけどダメージダウン、なんだこれ、やけどって気絶耐性とやけど、なんどこですか。ああ誰だったっけ、エンバーだったっけ、エンビーわからん、誰だ、嫉妬のマリーだ、嫉妬のマリー、青だわ、そこで使えってことか。レベル90の最終でほらね勝てるでしょってやってたやつじゃないか懐かしい、俺そっから始めたからな。最終当ててこれで勝てるかなって言ったらボッコボコにされて、なんじゃこりゃって思ってたらツイッターで攻略動画ですって出てきて見てみたら、レベル90最終が攻略してたって、ね、バカ野郎って思った、ほんとすごいね。ちなみにカプセルは上げ切りました。まあね、このリーダースキルがね、防御型のあれが来たんですよ。攻撃型の暴走いよいと、バランス型のひなこと、防御型の来ましたね。60% 攻撃アップで防御ダウンするんかいっていう。防御型なのに防御ダウンするんかいっていうのがまああるけど、まあいいでしょう。ね、このスキルはね、クールタイムなかなか悪くないんだよね。
まあ、11秒、13秒だけど、11秒だけど、クリスマスよりは悪くないんだよね。で、敵が気絶するでしょ。ブーメランしたら気絶するのか。ブーメランしたら、クリスマスは防御ダウンだったよな、確か。で、クリスマスはブーメランがやけにクールタイム短いんだよ。デザートイーグルはダメージ当たりだっか。この構えてからシュッてするやつだな。3種類あったんだよ。引き寄せるのと、叩きつけるのと、踏みつけて叩きつけるのと、引きずってきて踏み続ける。おほほほってやつだね。あ、HP 回復するのか、味方。へぇ。そんなもんか。で、ね、これがいい。メインで K ダッシュとクリスマスムチコ。1秒減。いいよ、いいよ、いいよ、コスプレって。与えるダメージ 3% と1秒減。これがいい。さらに逆もあるんだよね。これがいい。クリスマスムチコさんは、ちょうど目の前にいるじゃないか。なんでだ。まあいいや。クリスマスムチコさんは、クリスマスムチコもね、いい感じだよね。攻撃 40% アップだから。まあ、量の方が強いんだけど、量じゃなくて、こっちを入れてる。14.7 だ。14.7。おかしいだろ、これ。これ修正しろよ。ブーメラン 9.2 って、ちょっと分けろよ。いや、分けなくていい。これは、これで強いから。こっち 13.8。おかしいだろ、しかもな。なんだこれ、防御弾。これの始め方としたら、相手が走ってきた時にいきなりブーメランを打って、ブーメランを打って叩きつけた後にデザートイーグルでパン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 で打ち上げてからのウィップショット。ペコ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 ってした後の、受けてみなさい、千の鞭を払わした後の、下道が、じゃないわ。その前に、こっちだ。ウィップショットした後にもう一回ブーメランができるってね。ブーメランができて、最後に下道が、っていう。というコンボが、楽しかったので。こっちはこっちでね、この、有利の 0.5 秒があるんだけど、1秒がついてね。与えるダメージ 3%。攻撃後。まあ、攻撃後の方がいいけど、でも1秒減はね、なかなかありですわ。ありじゃないか。別になんか、このコンボした後も終わりだからな。この後もう一回とかないからな。それしたら大抵敵死ぬからな。ということで、まあ、ウィップ。クリスマスと比べると、どっちが強いかっていうと、どっちも強いということでね。いい感じじゃないかな。私には似合わないわ、天使なんて。70なのにもう1万8000あるからね。まあ、こんなんつけてたら、そりゃそうだけど。実際、あ、そうだ。見てない。技見ないと。スキル見ないとね。あ、でもこの画面で見ると、なんか、チャチ組めるな。ブーメラン、うわ、気絶してる。もう気絶してもね、これ、倒れて浮き上がってるから意味ないんだよな。このブーメランした後、パン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 が当たるから気絶する意味がない。これが当たるからね、意味がないんだよ。空中浮いたまま。こんな技知らない。まあ、EX だからか。本当ならね、このペンペンした後に、踏んで叩きつけるんだよね。あとは下道ショットでしょ。顔かわいいしね。かわいいからいいんですわ。天使ではないな。もちこマジ天使なんて言ったことはないな。ああ、もちこマジ天使。じゃあ、行ってみよう。いつものごとく。お、青だから、ここに行けるんだけど、そう。青の防御がいないんだよ、これ。青の防御。ヤシロさんが。青のブログだけど、あと見ていったらね、チャンコーハンとかね、クリスマスチャンコーハンとか、あと98ユリとかね。あ、ここにもいた。銀さんでしょ。あとはビリは違うか。
青の防御、あ、イオリがいたけど、これ攻撃がつかないんだよな。コアに攻撃ないってどういうことだって。あ、あと、また、ハルウィンのハズレの方でしょ。シェルミーさん。なんで、青の防御型がいないんで、どうしようかな。クラークだって。いや、銀色は使わん。青の防御がいないんだな。そこが困ったちゃんなんだな。青以外入れ強いてもいいんだけどね。せっかくなら揃えたいよね。ここでも、ここ紫チームでしょ。こんな感じでね、色を揃えたいんだよな。バランスなのに全部黄色、攻撃なのに全部黄色とかね。まあいいか、なんでもいいか。アリーグ用に使おうか。ちょっとパーティーを変えよう。そんな感じで堕落した子には罰を。じゃあ使ってみようか。よし、なんだ、なんでこっち行った。よしろー。青、ちょっとレベル低いんでね、ちょっとこれで攻撃力の底上げをさせてもらおう。でもね、一瞬でなんか、あ、防御型か。防御型だから大丈夫でしょ。取ったー。ここがあなたのデッドライン。この顔ね、誰かに似てるんだよ。誰に似てるんだろう。誰かに似てるんだよな。誰かに似てるんだけど、思い出せないんだよな。通常攻撃は？おお、全然効かん。全然効かん。大抵これで瀕死。いやー、いやー、いや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 、あいやー、あいやー。ヤシロ強いんだよ、ほんと。顎がしゃくれてる。顎がしゃくれマンになってる。じゃあさっきの置いといて、今日なんていっぱいいるから。プラクティスモード早う。誰に似てるんだ、あれ。誰に似てる。いや、俺確かどっかでつぶやいたことあるからな。ツイッターでつぶやいたから誰かに似てるんだけど。通常攻撃。あ、クリスマスと違うんだ。取った。あ、回避ができない。まあこれはもうどうしようもないな。このムチポンポンする前に絶対回避されると。しかも、あ、回避できる場所が、回避できる場所が少ない。動いてる最中回避できん。もうということで、まあ通常攻撃は出は早いね。最初の蹴りの出は早いけど、途中からちょっと辛くなるということです。通常攻撃のね、練習をするために本当プラクティスモード早い。でいつもの通りこうした後にトン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 。あ、繋がらない。あ、行く行く。お、行けた行けた行けた。お、強い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 。お、強いわ、いけるわ。まあ、終わるかもやめといて。繋がったわ、繋がるわ。しかもあれか、気絶は行くから、気絶あり、いいな。受け身取らないぞ。万が一着地したとしても受け身を取れないって、ね、気絶のおかげで。とりあえず突っ込んでいくでしょ。ここでブー。あ、しかも受け身されない。もしかしてこれ受け身されない。お、受け身されない。おお、繋がる。調子こいてません、すいません。いや繋がるぞ。いいぞ、いい感じだ。攻撃力高すぎる、やばい。攻撃力高すぎて、ヤシロが一瞬で死んでもらうから、
もうサポーターなしで。愚かな人間どもじゃとりあえずブーメラン、はい、こう起こして、あーでも微妙に繋がらんな。こうして、あ、もうちょっと待ったらいいのか。無理だわ、微妙に繋がらんな。痛い。もうちょっと待とうか、もうちょっと待とうか。ああ、しまった、スーパーアーマー中だった。でも別にモデリング悪くないかな。勝利ポーズもそろそろ見ないとね。そろそろ勝つか。ほい、か、あ、でも回避しないぞ。緊急回避しないのこいつ。あ、いけるいける、結構つながる。おお、結構つながる、強いぞこれ。受け身ができないし気絶するから、ポンポンいけるぞこれ。これは強いかもしれない、これは強いぞ。ちょっとタイミングを変えれば強いかもしれない。とりあえずブーメラン始動で通常攻撃なしでいけそうな気がする。誰に似てるんだ、顔、顔、誰だ、名前が出てこない、誰だ。いや絶対ツイッターで昔つぶやいた。こっちにしてみようで、落ち、受け身する前にやらんとダメか。はい、おい、動くな、連打すんな、くそ。そう、これを受け身しないのが強いよな。あ、受け身するから落ちる前に打てばいい。わあ、 SP がたまらない、まあ、SP はね、クリスマスの方を見てくれたらいいね。クリスマスウィップの方も確かあげたはず。クリスマスウィップも強いからね、結構。そう、ついでだからクリスマスウィップやってみようかな。持ち直しが必要だけど、紫は誰に強い。水だから、水じゃ青だな。ここあれ青じゃない、こいつ紫ないの。じゃあ同じヤシトでいいわ。あ、装備変えるのめんどくせえ、めんどくせえけどやろう。ウィップ、ウィップどこですか。ウィップ、欲しいプレゼント、当てて。違う、こうしてこうだ。せっかく来るタイム変わったからね、こう変えて、欲しいプレゼント当てて、装着でもらって。なんでこんなのついてんだ、分からん。とりあえずウィップのやつ全部もらおう。ウィップどこ、ウィップ、ウィップどこ、ウィップ、ウィップのとこ。あったあった、コラボ出しあるんだけど、コラボ出しはつけなくていいや。コラボ出しはクリティカルカラーに渡してるんでね、外したくない。22,700、最高。こっちもこっちで強いんだよな、クリスマス。クリスマスウィップも強いんだ。この顔誰に似てるんだ、もう思い出せないからいいな。ここでブーメランした後にポン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 、ほらブーメランドーン、ね、強いんだよこれ。ふい、さあ来い、さあ来い、さあ来い、ブーメラン、トン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 、ブーメラン、ドーン。強いね、強いね、このウィップ強い。クリスマスウィップね、ほんとクールタイムがえぐいけど、それを補う強さがあるね。
ほんと強い。クリスマスウィップ。でも、こっちのウィップも強い。どこ行った？いたいた。私には似合わない。いや、ウィップ強い。ウィップバカにする人多いけどね。強いから。ほんと強いから。私には似合わないわ。なんかね、ウィップのことね、ブサイクっていう人多いんだよな。ウィップ、ブサイク言いやがって。確かに99の時はブサイクだったよ。そもそも99は全てのキャラがブサイクだったじゃないかっていうね。99ね、絵がなんかブサイクになったんだよな、ね、ってな感じでね。なんか強す、ウィップ強すぎて SP 打たせてくれないんだけど。もしかして、ハードでやってる？そんなことない。ああ、場所が変わったのがこれつらいな、ブーメラン。こいや。わあ。こっちよ。あと2秒、あと1秒。悪い子ね。もう、打たせてよ。あ、でも、打ち上げんと厳しいな、やっぱり。打ち上げてから。何してるんですか。やばい。ハウハウハウ。うまくなってんだろうが。ドン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 。ということで、ちょっと銃を撃つのをちょっと待たないといけないと。この後にちょっと待ってからドン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 。で溜まってるはずということで、まあそれなりにコンボが楽しくできますよということですな。でリーダースキルは強いしな、リーダースキルも強いし、コンボもいい感じに決まると。とりあえず指導はブーメランなんでね、ブーメランした後に気絶することでデザートイーグルと、ムチアタックがね、ムチアタック、続くという感じですわ。うまくいけば、そこからもう一回ブーメランが行きそうな感じでしたよというところですな。いや、ウィップ強い。ウィップかわいい。いや、ウィップマジで、このふわっとした瞬間、ほんと好き。ほんと好き。何この好きさっていうの。こっちもだけど、こっちもだけどさ、こっちもね、こっちはね、ここじゃないんだよ。もうちょっとしたら、もうちょっとしたらわかる。この瞬間、このニヤッとする瞬間、めっちゃこれ、ゾクゾクっとするね。もう一歩最高。やっぱり、M気があるのかな。堕落した子には罰を与えない。あ、そうだ。思い出した。ウィップって語ってきたら思い出した。レベル30のところにいるでしょ、きっと。あれ、いない。レベル30台のところに。いた、いた。この2人。これ2002だったかな ?2002 はお祭りのやつだよね。2002と、こっちも、当てたけど、まあ、そのうち使うかもしれないし、使わないかもしれないし、わからない。とりあえずウィップは強い、クリスマスも強い、99も強い。ああ、もうメンバー入りですわ。ではおつー。